はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、つば太郎です。今回はルーツを使っていこうと思うんですけど、最近巷で流行りの黒百合ループなんかが流行っていて、常に 40%HP 回復しながら2体でループさせていくっていうシステムなんですけど、そんなのなくたって勝てんじゃないかと思ったんで、ちょっと実践していこうと思います。でターディスにこのチーム、回復強化が3つあるのと、あとバッチで回復つけてます。でもってターディスならね、あのイザナミとかめんどくさい敵に対して有効だと思ったので、連れてきました。であとは強いやつですね、で継承は今画面に映ってると思うんで、説明は割愛と。で残念ながらバインドがターディス君だけ効いてしまうので、そこだけが不安なんですけど、裏を返せばそこさえね、なんとかすれば。ナイス。今の遅延はちょっとありがたいね。で、本来こいつらは追撃しなくても大丈夫な敵なんですけど、無害な攻撃しかしてこないんで、だけどちょっとねスキルターンをそんなに貯めたくないんで使います、追撃。神キラー、神キラーね、はいはい。そろそろ、てかこの動画が上がってる頃にはもうメンテナンス入ってるのかな、ちょっと不確かなんでわかんないですけど、新しいダンジョンのノマダン来るんで、ちょっとそっちの動画結構何パターンか撮りたいなと思って、そんなに攻略できるパーティーやるかわかんないんですけど、それなりに、周回できる編成あったらやりたいなと思ってて。色がないね。はい、色がない。このね、火に変換されちゃうのはどうしようもないんでね。どうかし、あ、闇をちょっとうまい具合に配置しとけば。ああ。無慈悲。ああ、これはいいや。無慈悲でもなんでもねえわ。まだほんと楽しみなんだよな。かなり久々じゃないですか。いつ以来4年ぐらい来てないの、まだって。それがもう最初から来てないっけ。そんなことないか。なんか一応ゼウスがあっちに移設されたりとかあったけど、それ除けば、回復消された。そしてもう溜まっちゃうよね。溜まっちゃうのか。でも悩むね。打っちゃおう。楽しくいきましょう。お、OK。なんでちょっと、ほんのちょこっとだけために入って。こいつ硬いかな。でもドラゴンキラー継承してるし。いけるね。あ、ターリ使い忘れた。ターリ使わないとちょっと不確か。大丈夫だった。よし、なんだっけ、ノマダンか、ノマダンの話か。そして2人とも溜まっちゃったね。なのでジンがもう今実質ゼロやばい。これ軽くピンチ。そうだな、やっぱフレンドさんってか、フレンドさんの編成をちょっと変えた方がいいのかな、定かではないですけど。
でフレンドさん今なんか本当にシリアスルーツガチでやってる人いないんですよね。募集しよっかな。ガチ勢だったらおのずとどんどんやってくれるとは思うんですけど、闇は誰が持ってるの？イデアルか。闇消さないでコンボ数足りてるかな。そしたら組みたくないんだけど、あーまあいっか。はい、あー下下組めてねえよ。フェンヌ、フェンヌ、フェンヌなんぞ。キー組んで、あおあまあ、あもういいや。くそ、持ってんのが闇だとは思わなかった。いけ、水で押し切れ、水で押し切れ。あ、ダメか。闇をちょっと除外しよう。あー待って、落ち込み落ち込み、あー闇降ってきちゃったよ。ゴンジー、あ強い。でそして待って、これそっか、リクまで溜まっちゃったか。でもまあ円盤を溜まるのはいいか。あ闇だけ、闇だけ消す。はい、死ぬなよ。飛び跳ね、オッケー。僕は、その前の、スターリン、ん？スターリング？あそこで使うように一応持ってきましたね。その他はもう全部こっちに任せるつもりで。よし、なんで12ターン目にちょっとソティスが出てきてくれるとありがたいね。ちょっと変な話だけど、でもソティスね、対策取れてるかもしれなくて、あの水だけ消すと綺麗に、13万ぐらいなんですよ、キラー込みで確かね。なのでまあ、一応本当にあの何かしらの事故で吸収が打てませんってなっても、イデアルの遅延とか使いながらなんかいけそうな気配がするんですよね。 OK で、あの怖いんでドラプニル、あの、おでドラはね、何もね継承しないに来ました。いろいろ考えたんですよ。やっぱりアシスト武器あった方が強いよねみたいなのも思ったんですけど、確実に回復したい、覚醒状態を。なんで今回はちょっと連れてきませんでした。あほら先生ね、やっぱりこんだけ食らってもね回復できるんですよ。まあ 99% はきついですけど、さすがにね。で闇だけ消しても2体攻撃しちゃうし、水もあかん、木もダメ。そっか、ちょっと貯める。よし、オッケー、これ倒そう。ちょっと偏りをなくしたいんで闇多めに。バリスれたね。さあ11回、きた、 99% 来ちゃったよ。まあいいや。ガードブレイク、リクのガードブレイクで確実に、突破できるので、まあ大量に、大量に、うん、まあコンボそれなりに組んでいこうと思います。まあ、4つ消ししても別にエフェクト入るわけじゃないんですけど、4つ消しになっちゃいました。待って、12回、一番でかい先生12と、どこだ、これ、これ来るっけ。あ、目印、オッケー。イデアルってことは、指、操作時間が増えたって感じですかね。で、ここで、そう、この時点で、あれが来なかったんで、どっちか使った方がいい気がする。イデアルまず使って、これで遅延かけて回復ゆっくりしながら、まあ封刃打って一旦ヘイストして、うん、これでいこう。とね、スキルをねちょっと空打ちさせるところとかもね考えなきゃいけないから。おお、つながっちゃった。待って、これ倒しちゃう。まあいっか、いいよね、イデアル強いし。でこれ、あーう、あーう、まあ相手神なんで組めば勝てる、組めば。これで綺麗かな。 OK、
ーリス君が早く復帰してくれるとありがたいのですが、お、ああ大丈夫か、 100% だ。はい、覚醒無効打ちます。よし、ターリス君復帰。オッケー。やっぱね、闘技場、裏闘技はね、覚醒無効本当大事ですからね。食らった瞬間、あ、詰みだっていう展開がね、結構ありましたから、昔やってて。いや、よーし、まあ、こいつはね、色吸収もないしね。お、いいね。よしよしよし、待ってくださいね。お、戻ってきた。戻ってきたのはいいんだけど、あ、ここで回復できんじゃん。いいじゃん。ちょっと待って。あ、迷子。迷子。ちょっと一旦裏闘技場の、あれを調べながらやりたいんだけど、ちょっと待ってね。うまいルートがかな。回復したいけど、まあ欲は言わん。ほい、これね、本当いけるって思っても、あ、やべってこと本当にあるんで、マジで怖いっす。まあもうみんなあるあるだと思うけど、消えたと思って相手の攻撃を待ってたら、あ、やべ消えてねえみたいな、本当にあるんで怖い。まあ、一番何より怖いのはペン離れだけど、さてさて、でかいの飛んでくるのが18階なんで、うわ出た、これここがねきついんだ、これ見づらいんだ。ここにあった、あぶね、これ、あ、これも見逃すとこだった。列スタイルでいく、何個ある、 1,2,3,4,5,6、 待って、この数え方はダメだ、横に数えよう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16、 本当に ?1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,OK16 なんで、列で消したら664,664,OK。 あ、待ったね、どっ、あ、オッケー、ギリギリ、今あの列と列の間に挟まってた。これパズル力じゃないと思うんだよな、毎回思うけど、全然関係ないよね、パズル力とはみたいな。うん、視力でもないし、なんだろうね、暗闇に関しては本当にわからない。ちなみに、さっき12階ででかい先生来る、あー、待って、これ引いちゃったか。いやー、引きたくないの引いたな。イデアル、まあね、そう、ターディス、こいつは神じゃないの、そう、バランスだ、そう、橋姫バランスなんだよな。どうしよう、こいつは5ターン耐久したら何してくんだっけ、本当にめんどくさい攻撃ばっかしてきた気がするんだよな。ちょっと調べます。橋姫ね、嫌い嫌いってことだけは鮮明に覚えてて、なんかね、いろいろしてくるんだよな。この吸収乗り切った後にでかいダメージ飛んでくるとか、まあそもそもが痛いんだけど、確かダメージが16階の悪魔だよな、茨城同士なのね。なんとかなんとかなんとかなんだけど、6ターンごとに使用 はい、 75% 軽減して回復力を半減してくると、なかなかにやばいな。もうちょっと一回殴ってみますか、どうしようもないし。これ打っといて、炎波使っても水属性だけでこの、高 HP を突破できる気は一切していないので、そんな冒険には出ない。手を置く。こいつの倒し方ばっかりはね、
ち行ってくれるのいいね。ドラクニルが溜まって、オール、おおいいじゃん。回復は残しておいて、でもそっかこいつめんどくさい、あどっちにせよ今回復が消されて運命にあった。めんどくさいめんどくさいって思ったけど、その当時使ってたパーティーの HP がそんなにあれか高くないから、ちょっとスキルがバンバン使わざるを得ない状況にあっただけで、このパーティーだったら割と耐久性が効くんだな。あなんかいけるって言ってやられるのが俺、なんも誇らしくないけど当たり前か。待ってずれてるね。水汲めなかったけど、汲めなかったけど、これ結構吸収、あHP が大きすぎてどんぐらい吸収されてんのかはっきりと分かんない。でこれで吸収が切れると、でそしたら激減してくると。 OKOK、 そこでカラットかな。でもね 3. 点何倍しか出ないんだよね。よいしょ、1個2、あーこいつ持ってねえんだ。2個3個4個5個6個7個8かな、1 4 6 7、8個、うん8個だから 8×3 の 2.4 足す1では 3.4 倍エンハンスかな。そうだね 3.4 倍エンハンス。あとこいつの HP 的に1億は余裕であるんで、1億5000万ぐらいこいつ HP 残ってるんで、5倍か、5倍かにうまい具合にはいかないと思うんだよな。そうだね、どうしよう、一回軽く殴ってみる。えこいつ倍率どんぐらい出るっけ、16倍出るんだっけ、16倍も出んのそれ大丈夫、やっぱカラットかな。だってあのイザナミとかあそこはキラーでゴリゴリに押せるから、使っちゃおうカラットね、それでいい気がする。リターンの間は連発期間だからね、許されるでしょう。はい、これでいきます、行ってこい、闇消えた、 OK、 全然減らない全然減らない。これはねもっと後々に使うべきでした。いやーこれだからね、裏は裏っていうか、橋姫だよね、今更だけど、合ってた、おっおおお、これは、もう冷やすかきたくないんで、イデアル使います。楽しくいきましょう、うん、多分これで賢明な判断のはず。倒しちゃったとしてもまあそしたらこんぐらいなら倒せたんだなっていう、まあ経験にしとけばいいし、ちゃんとねこっち陣使えるし。うわ危ねえ、やっぱりよいしょ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 、まあこっちの方がいいかな。他にもね2色で組み合わせあったら、あーこんないきつい、あと1頑張れ、全属性あるしいけなくはない。待って、闇って強いの方がいいのかな、今更だけど、すんごい今更だけど、うん強いいないいねえわ、タービスがちょっと持ってるぐらい。よーし OK、 お次17回、あここに来てなんか実家に帰ってきたかのような安心感のある敵が出ましたね。ドラゴンキラーはイデアルが持ってるんで、まあおそらくいけるかなと。で18回があいつ、あ俺ターディス使ってね、あいつは後で説明します、ちょっとパズルミスりそうなんで。はい、闇ヘラですね、究極したが次で出てくる可能性があると。さあ誰だ、おおヘラ、
で、こいつは根性を発動させたことがないんだよな。発動させると割合をしてくんのかな、割合をしてギガグラビトンボムをしてくんのかな、どっちも使うのかな。なんか今こんな感じで攻略、こんな感じでってまあいいや。どうしよう。そうだな、ワンチャンかける。このあと吸収してくるような敵は、まあ、属性吸収はあるにせよ吸収は誰も打ってこないと思うんで、もうここで解放しちゃおう。解放しちゃってコンボ加算。待って今俺ターリス使おうとして事故りましたね。いや、ちょっと光を消さないで。消えたー、事故起こりまくりー待って、事故りすぎだ。あれ、まさか初ターンだけ違う挙動をするっていうパターンか。HP50 倍、あ、必ずしよう。なんだよ、これが正しい倒し方なんかよ。初めて知った。こっちのヘラは HP50 倍からと必ずバインド挟んでくるみたいですね。でもまあこれでいいや。ためになった動画的にはためになった。誰にね、無難に攻略できちゃうように。はい、19回。お、闇メーター。一応光メタトロン用にね、あの回復キラーとか積んできたんですけど、まあ神こんだけ持ってればね、いけますよね。さすがにいける。なんかさっきから片言多いけど、アタリ使ってね。待って、1コンボ損失したけど、もうこれでいいもうこれでいい。まあ余裕か。多分光の方がもっと余裕、ロックもされない上に、キラーいっぱい積んでるん で、これもドラゴンキラー積んでるイデアがいるんで、発狂ゾーンはまあ乗り切れると思います。俺は今気づいている、ターディスを使っていないけど、あえて言わなかったもう言いたくない。あ、待って、めっちゃ降ってくるんだけど、これどう倒した、まさかの倒した。はい、ということで、まあ、勝ち確ですね。で、最後ぐらい、はい、これでアレス、あのあれ、ガードブレイク発動させて終わらせます。はい、最小コンボで、はい、というわけで勝ちでございます。はい、ということで、闇ヘラのところは、やっぱもう一度見直したんですけど、HP50 倍以下なら必ず使うみたいなんで、まあ、先制耐えられたら、そのまま回復消しながら突破っていう感じでいいと思います。で、吸収とかに関してはもう終わったら速攻空落ちしちゃうのがいいですね。で、気をつけてほしいのは、ルーだけは継承しないでほしいんですよ。あいつ空落ち絶対できないので、スキルターンがちょっと短いからって、ルーだけは絶対に、連れていかない方がいいと思います。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。それでは。